涼介、首位打者小園、葉月、中村も覚醒。5月恋のボーイの季節、期待してた広島カープ、ドラフト1ルーキー栗林を抑えに抜擢。見事デビューしてからずっと無失点で記録更新。そんなチームが登り出してた時にコロナ陽性者11人、コロナになんて負けるな広島カープ。たとえ菊池と聖夜がいなくても、昇格草がプロ初の猛打賞。